スの携帯知らないかにゃ。携帯ならここに。この中のあれを見たのかにゃ。もしも見たのなら忘れてほしいにゃ。あれはこの中に封じ込めておかないとダメなのにゃ。でないと奴らが目覚めてしまうのにゃ。で今日な、今のは突っ込みどころだにゃ。あれってなんだよって、いつもの京馬なら顔を真っ赤にして反応してくるはずにゃ。すまない。今日の京馬はやっぱり変にゃ。いつもなら遠慮なんかせずに偉そうなことばっかり言ってるにゃ。すまない。隣の部屋にいるマユシンにバレちゃうよ。にゃ。すまない。
ちら様。あ、岡部さん。ルカ子、お前の父上に聞いてくれ。 IBN5100 という古いパソコンがここに奉納されているはずなんだ。え、あ、古いパソコン。これは鳳凰院君、いつも娘がお世話になっております。この神社に10年ほど前に古いパソコンが奉納されたはずなんですが、ご存知ですか？古いパソコン？確かにそんな記憶がありますね。本当ですか？ぜひ見せてもらいたいのですが。いいですよ、ちょっと待っていてください。俺が怖いか、ルカ子。え？気持ちはわかる。何しろ俺はそのお前の大事なところを触ってしまったというか、なんというか。そんなことないです。あのことはすごく恥ずかしかったですけど。悪かった。はい。ところでお前も IBN5100 のことも知っているのか？知らないです。だが以前電話した時、知っているような素振りを見せなかったか？そんなことは。マユリの作ったコスは結局着ないのか？え、はい。恥ずかしいから？はい。おかしいな。見つかりましたか？
それが見つからないんですよ。見つからないとは？確かに古いパソコンを受け取った記憶はあるのですが、倉庫のどこにもないのです。確認させてください。ここへ PC を奉納していったのは秋葉ルミホさんで間違いありませんか？おや、なぜそれを？もしかして知り合いですか？ええ、友達です。ルミホちゃんはとても立派な女性になられましたな。彼女がまだ小学生の時でしたよ。執事の黒木さんと一緒にこの神社を訪ねてきてくれましてね。しかしパソコンはなぜ消えたのでしょう。誰かに盗まれたかと思いましたが、他のものは手つかずでしたし、宝物殿の鍵は壊されてもいなかったですし。ルカは何か知らないかな。確かここ最近は毎年年末の大掃除の日に宝物殿の掃除をしているだろう。ルカ子、どうなんだ？
最後のんは何の真似だ。おかえりとおかりんって似てるでしょ。だからくっつけたら一粒で二度おいしいんだよ。おいしくはないだろ。対おかりん専用挨拶ってことでいいんじゃないかなだろう。フェイリスの言っていたバイトってメイクイーンのこと。マユリは？マユリもそこでバイトしているよな。もちろんだよ。どうして今さらそんな当たり前のことを聞くの？変なオカリンだね。あのね、マユシーは明日からのコミマに備えてお休みをもらっているのです。